いやー最高だ、すごく気持ちいい。やっぱり風呂といえば俺だろうね。まさか。いや、紫か。いや、本当にいい俺だ。気持ちいい。露天風呂もいいな。絶対阿部寛。ああ。阿部です。あ、やっぱそうや。阿部ですって言って。誰かに声かけられた。いや、気持ちいい。絶対どっかおる。ジャグジー最高。ジャグジー最高。まだまだ入ってる。絶対雨降るしょ。やっぱり。お風呂といえばあれでしょ。テルマエの前。あ、完全に言うた。完全にテルマエの前って言うた。阿部です。阿部ひろしです。絶対俺どっかにどこにおんねん。最高。この浴場に阿部ひろしおる。絶対おる。一人の風呂。すごい最高。やっぱりプライベートの風呂は最高だ。おんねん、どっかに阿部寛おんねん。もうプライベートって言ったもん今。やっぱりこの気持ちよさ、トリックだ。トリックって言った。確定やん。やっぱり日々忙しいから一人でこうやって風呂に来ると落ち着くな。どこにおんの阿部寛。阿部寛です。もう 100% やん。阿部寛って言うてん。トリック。自分の代表作言うんや。でも俺大きいからちょっと目立つかもしれないな。絶対そうやん。声かけたけども、プライベートでも声かけ方がいいか。探したい気持ちもあるけど、いや偶然会ったらそれでいいから。絶対おるもん。あー、このシルク風呂好きやわ。いやー、このシルクロ気持ちよかった。え、さっき人おったけど。阿部寛やったん。全然気づかなかった。そろそろ上がろうかな。そろそろ上がる。気持ちよかった。最高。いや、本当に気持ちよかった。最高。一人で飲みに行ってきた。阿部寛おる。阿部です。阿部です。阿部寛です。どこ？またゆっくり来たら。阿部寛です。全然ちゃう。全然ちゃう。リラックスできた。テルマエの前。なんで？なんでテルマエの前行くよ。独り言？これ。しかも嫌な感じ。この風呂上がりの気持ちよさ、トリックだ。何言ってんのこいつ。風呂上がり色黒さんかけんなって。ああ、やばっ、やばっ、完全に目つけられてる。あ、やばっ、どうしよう。もう一袋開けてこようと。忙しい日にお風呂。